個々をもって木集まりて仏結ぶ。仏溶けて三途。集結して仏制す。三結して仏化す。小図でもいいですね。三回して仏化す。ここは「を」を入れてもいいです。仏を小図。頭の中で読み替えてください。三回して仏を化す。天地と万物と同じく仏なるのみ。その体を結実す。その気を貫通す。陰雲の後するところなり。あと、咳がいいですね。それ、制する者は真意の発なり、化する者は天性の終なり。意においてはすなわち動性に活即す。形においてはすなわち成果に活即す。即はやむという意味があります。そういう意味ですね。分からなければもうさっと引くのがいいです。息、訓読みではやむと読みますからね。やむ、漢字ペディア、意味がね、やめる、終わる。だから活即すですから、活即の即ですね。消息、生きてるか死んでるか 消息ですね。どうなってるか分かんない。消息を尋ねる。経においてはすなわち成果に活即す。神仏経の要はしかり。ここをもって、いわ三欠を張りて右に横たわる。経は成果に引きて宙に立てす。まあ、横たうの方がこの方がいいかもしれませんね。意に横たう、制御はすなわち常に一体を辞す。産物はすなわち前にその体を買う。まあ、常と前ですね。これ対になってるんですね。世代交代は一つごとですね。まあ、一つごとのごとに当たりますね。常に一体を辞する者は生にして成果を示さず、前にその体を変える者は祖にして成果を下ろす。前はこうやって正しいかどうかがわからない場合ですね。はい、どう読むか。常に、やっぱり常になんだけど、何々語って毎年とか毎日の前ですからね。うせざるして無なる者はすなわち無なり。名ならずして有なる者はすなわち有なり。故に、ろしてあり、没してなきは、すなわち宇宙の没路なり。起こればすなわち名、滅すればすなわち有なるは、すなわち名中の有名になり。ちょっと今意味が分かりません。ここをもって、有名はすなわち真の地なり、没路はすなわち仏のようなり。故に、没するや木に有にして、しかして仏になし、しかして仏になし。帰するや木に名にして、しかして仏にあり。故に、ここの故には別にこれまで通りぶら下がり処理でいいですね。故に、万物は周三解決して、しかして無は有に行き、
ゆうは明に行く、明はゆうに行き、うは無に行く。気にして体を結ぶ、ゆえに仏なり。仏にして体を解く、ゆえに気なり。ここをもって仏は結べばすなわちあり、解ければすなわちなし。人にして化を発す、ゆえに真なり。いいですね。それが精神だということですね。ここをもって真発すればすなわち明なり、真没すればすなわち有なり。ゆえに、どこまで行ったのかな、くるっと動いちゃった。ここまで行きましょう。ここから行きましょう。ここをもって我の天地におるや。これもここをもってをこう持ってきていいですね。ぶら下がり処理して、ここをもって我の天地におけるや。ここを取ってこうして、取ってこうして、取ってそうして、これで白丸の行とここで対になるんですね。だからここがこれでいいのかな。棒で出ますかね。棒では出ない。ちょっと録画が終わってからここに棒を入れます。どこかにあったんですけどね。あ、いや違う違う。まあこういう並びになりません、ね、我の天地におけるや、仏を結びて真を発す。で、我の天地におけるや、真を没して仏を説く。こういうふうにこう両方にかかってますからね。だからで、これがここがこの4をこれ持ってきて、この行を取ってしまうと。だからこれがいらないですね。ゆえに名あるの観、没露鬼滅す。天は有名有無を愚す。仏は有名有無に有す。こっちに持ってきてもいいんでしょうけどね、この2行をね。愚する者はこれを二つながら全くす。遊ぶ者は名のあるをもってその分となす。有のなきをもってその分の外となす。無なる者は失せず、有なる者は明ならず。有を察して明にいる、無を解きて有にいる。ああ、無にして解くべくんば兄無と言わんや。有にして知るべくんば兄有と言わんや。ここまでにしましょうか。無と言って理解ができるのならば、どうして無というのかと理解できるじゃないかと。有にしてそれを知ることができるのならば、どうして言うというのかということですよね。ではこれで終わります。